曲目ライオン。舐め合ってもライオンは強い。生き残りたい生き残りたい、まだ生きてなくなる。星座の導きで今見つめようと。生き残りたい頬に触れてキラリ変えてゆく。本気の体ミカンタソ&ヒロンタソ
でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ見て分かる通りコスプレしながらね、アニソンを歌うという、ね、ユニットですけれどもね、まあちょっと違うところはね、あの実の兄弟でやっているってところはね、ちょっと特殊なところかなと思うんですけど今回はまあ言ってもまだ2回目なんですけど、まあ京都アニメーションというねアニメ会社がありまして、まあ、そこの、アニメで、まあ、別のアニメなんですけど、そこの会社が作っているっていうその揃え方をしました。それがね、2009年にやった軽音っていうね、まあ可愛い女の子が5人ぐらいでバンドを組むという、アニメの平沢由衣という、はい、やってて、はい、で僕が、フリーっていう水泳の永瀬はるかっていうね、クロールがね、やってる、フリーしか泳がないっていうセリフがある役ですね。そうですね、役じゃないな、そこをプレイをしてます。まあ、そんな感じね、まあ、コスプレして演奏歌うだけなんですけど、まあ、まだ2曲とも ね、GTO の曲とマクロスの曲やったんですけどね、まだ出てないですよねあもうね、ラスト2曲はね、もうその2つの曲をね、やりますし、お願いします。それでは、聴いてください。天使に触れたよ。Cool.
そのままそれはそれで新しいですよ。まあでもしかも何似合うのかね、なんか最初ツイッターで見て、あーな、矢吹さんいろんなこと始めてたの、ライブにこれで出たらこれでみたいな。そうびっくり。普段はね、結構格好良さげな感じのバンドとかやってたりもするんですよ。なんかあの、まあギターさんね、連れてね、やって。なんかびっくりしちゃった。でも似合うよね。あ、本当ですか、ありがとうございます。いや、普通に照れちゃね。結構、いつも独白から、逆に褒められると困りますよ、ね、どうしてかわいいよ。確かにあんまり人にも褒めないから、ね、大体気のせいじゃないですか。いやでもなんかあれだよね、同人誌とかに出てくる BL 系の作品。じゃあやめてください。いやだって私それで褒めてるから、私 BL 大好きだからさ、なんかねちょっと男と付き合わねえかなって気がする。でも普通の普段の状態も結構多分よ、俗に言うなんかその整った面なんですよ。だからなんか別に悪くないですよ。だから男ね、ごめんね、お母さんね、ごめんね。コスプレすることによってそんなに応援してない。こちらがちょっと否定が来てる。否定してるけど見に来てくれたね。いやでもね、お母さん気持ち分かるよ。コスプレって金かかるもんな。それあんまやってほしくねえよな。分かるよ。ただ歌っときたくしたもんね。なんやね、同調しますよ、そこは。お前らもう、お前ら頑張って稼ぎよ、ちゃんと。ありがとうございます。なんで成功したっけ。の活動、そうですね、先月の11月に初めてこちらでやって2回目なんですけど、まだ決まってはない。まあ、ここ、あ、まあでも個々にね、活動してるから、個々にしていただいて。じゃあ個々でありますか。あ、ライブとかはそんなにないんですけど、ツイッターぜひフォローしていただけたらなって思うので、ミカンタスで検索していただくと写真アップしてるのと、あと、最近だと踊ってみたとかも上げてるんですけど、フリーのコスプレして、今兄がやってる違うキャラなんですけど、コスプレしてロキっていうボカロの曲を撮ってる動画とかを1週間ぐらい前にアップしたので、それちょっと頑張ったので見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あ、ダンスすごいからね。お前セーラームーンのさ、バカ見てこんな短いさスカートでさ、ケツ見えんじゃねえかぐらいでさ、なんすげえ踊ってたよ。私こっちから下から見てるからずっとパンツ見てたんだよ。私お腹見えてるけどみたいな。客席で見てたんですけど、その時、客として来てたんです、もう本当に。兄としてはね、お兄ちゃんとしてはね、やばいやばい。確かに妹のパンツはちょっとすげえ重いんだけど。まあね、なかなか複雑ですよね。じゃあ、矢吹さんも。はい、はい、まあ、こんな感じで、レッドシードという、まあ、ユニット組んでるんです。まあ、レッドシードないんですよね、今年。なんで、まあ、まあ、ソロでもね結構出てるんで、ほぼもう毎週やってるんですけど、12月7日土曜日、アニソンやめられないというね、こちらでやってます。夜のイベントです。そして、その次の週12月15日日曜日、下北沢モザイクというところですね、下北沢駅徒歩2分のところで、これも夜ですね、やってます。もしよかったら遊びに来てください。で、僕はこっちです。高田の方ですね。そうですね、ほら普通でしょ。普通でしょ、なんか、なんか普通なんだよね。中の中ぐらいなんだよね。最近整ってるって言ったけど、中の中、だってさっきね、パロットファイヤーさんとか見たでしょ。そこら辺と並べてるから、なんか整ってるように見えるけど、中の中なんですよね。あ、ごめん、お母さん、ごめん、お母さん、ごめん、ごめん、違う、そういう意味じゃないからね。そうやだよ、もう、めんどくせえやりすぎな、はい。あ、そうです、あと、はい、そういうのね、ツイッターで告知してるんで、もしよかったら、はい、あちらにもフライヤーあるのでね、よしかったら、ポチって、しゃべって、なんかやってください。そうね、URL も載ってるので、コメントもね、よかったら、お願いします。以上ですか、大丈夫？はい、大丈夫です。はい、じゃあ、以上、みかんたさんのひろんたそうでした。ありがとうございました。ありがとうございました。読みづらいですね。自分でも紹介するのがだるい。そう、たそだるい。たそがだるい。